みんなに笑顔を届けます、ホットチャンネル。おはようございます。今日も朝の涼しい風に当たって寝落ちしてるホットくんです。さあ、昨日から夜遊びをしてた団子ちゃん帰ってきました。おかえり団子、どこ行っちゃった？帰ってきましたか。はい、おかえり。はい、どうした？大丈夫？食べるか、ご飯。はい、はい、団子には今日も君だ。はい、団子、はい、どうぞ。団子ちゃんの餌場取ってきて、取ってきて。これ持ってこれるかな。お、おー、ナイスホット、ありがとう。はい、ホットちゃんありがとう。だん、ニャメールが来たぞ。はい、ニャメールにありつけた団子ちゃん、散歩に行きますよ、ね、今日はホットくんの記憶力どんくらいかな、ちょっと確かめてみます。じゃあホットくん、ここにホットくんのおやつがあります。さあ、これを包みました。でこのバッグの中に入れますね。それでこのバッグを、う、団子ちゃん、ホットくんがあんまりめったに行かない場所、ここに置いときます。いい？ホット、ホットのおやつはここに置いてるけんね。はい、ここに置いて、今からちょっと散歩行ってきます。で、散歩から帰ってきたら、ホットくんはこのバッグをまだ覚えてるでしょうか。じゃん、じゃあ散歩行こっか。あのバッグは散歩から帰ってきてからね、一回散歩行くけん。でもあのバッグ覚えとってよ、置いとくけんね。はい、今から散歩に行ってきます。団子、団、行ってくるぞ散歩。振り越しちゃってな、おいで、ほった。おいで。はい。行くよ。今日の新上五島町です。もうフェリーが向こうまで行ってます。いつも散歩の時間の時はこの辺を通過するんですけど、今日は散歩がちょっと遅れました。さあ、ホットくんとゆっくり散歩してきます。なかなか涼しくならんね。今日もちょっと蒸し暑いです。いつもの突き当たりまで来ました。もっともうちょっと行くよ。ここ水糸足つけんで、ホット、ホット、いいとこ、この足つけんで。はい、ホットくん、ここでいつも足を冷やします。山から出てきてる山水、湧き水です。一番突き当たりまで来ました。海にはクラゲがいっぱいいます。なかなかの大きさですよ。
さあ、いつもの突き当たり、いつもの最終場所に来ました。帰りますか、堀田くん。本当にはちょっと暑かったかな、今日は。じゃあ引き返します。飲みましたか、堀田くん。さあ、足も冷やして、じゃあ帰ります。行くか。ホットハウス入っていこう。さあ、ホットとはおやつを覚えてるでしょうか。はい、首は、よし、おいで、新聞取っておいて。はい、おりこさん、おっとちょうだい。で、はい、お座りして。新聞の後はさっきバッグ置いたとこ覚えてるか。バッグ取ってきてみて。あー、さすが。ほっと、よし、いいね。はい、お座りしてください。じゃあ今からね、おやつをあげます。待ってよ。よし、はい、はい、おやつにありつけた堀田くんでした。朝の散歩終わりで、小梅があそこでずっと泣いております。え、これで最後よ。よし、はい、小梅お前さっき食べたじゃん。猫タワーを登って、はい、定位置に来た団子ちゃんでした。だん、食べたかい。おっと、泳がんけん見てる。今日の昼の散歩です。もう海岸を歩いてます。昼の散歩終わり。父ちゃんは今から仕事に行ってきます。おっと、お利口に留守番しちょってな。ホットチャンネルでした。またねー。